皆さんこんにちは、コウバイと申します。今日から皆さんと一緒に中国語の勉強をしたいと思います。全く中国語の勉強をしたことのない方も一緒にできますように、少しずつやりますので、皆さんぜひ楽しくやっていきましょうね。じゃあそれでは始めましょうか。まず言葉を喋ろうとしたら単語を覚えなきゃならないんですよね。ということで、今日はまず一番身近にいる私の家族の呼び方について勉強したいと思います。じゃあ家族というと、まず私がいるんですよね。私は中国語で我、我と言います。我。じゃあ次はお父さんがいます。ネクタイをしているかっこいいお父さんですよね。お父さん、你好。お父さんは中国語でパーバ、パーバと言います。パーバ、覚えてくださいね。次はお母さんです。エプロンをかけて家事をしているお母さん、你好。ママ、お母さんはママ、ママと言います。じゃあ次はお兄さんです。お兄さんは中国語でグーグー、グー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 と言います。あ、それでは弟は何と言うんでしょうか。弟はティーリ、ティーリと言います。次はお姉さん。お姉さんは中国語でジェジェ、ジェジェと言います。また妹はメイメイ、メイメイ、メイメイと言います。じゃあ次はおじいさんがいらっしゃいますよね。おじいさん、こんにちは。おじいさん、おじいさんはいえいえ、いえいえ。このいえいえは父方のおじいさんです。で、母方のおじいさんは老爷、老爷と言います。父方と母方のおじいさんの呼び方は違います。じゃあ次はおばあさんですよね。おばあさんは、じゃあおばあさんも父方のおばあさんと母方のおばあさんの呼び方が違います。まず父方のおばあさんは奶奶、奶奶。母方のおばあさんは姥姥、姥姥と言います。よく覚えてくださいね。はい、今日は家族の呼び方について勉強しました。おさらいしますので、皆さんぜひ私の発音を聞いて一緒に声を出して呼んでくださいね。私、我、我。お父さん、爸爸、爸爸。お母さん、妈妈、妈妈。お兄さん、哥哥、哥哥。弟、弟弟、弟弟。お姉さん、姐姐、姐姐。妹、妹妹、妹妹。父方のおじいさん、爷爷、爷爷。母方のおじいさん、老爷、老爷。父方のおばあさん、奶奶、奶奶。母方のおばあさん、姥姥、姥姥。はい、今日はここまでにしましょうか。今日の内容をよく覚えてくださいね。次回は家族と少しずつ中国語で会話をする内容を勉強します。ぜひお楽しみにしてくださいね。それではまた。大家辛苦了。再见。